皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて今回はアニメ水星の魔女を見ていきたいと思います。この水星の魔女なんですけど、私はガンダムシリーズをあんまり見たことないんですよね。あんまりっていうか全く見てないです。いろいろシリーズものあると思うんですけど、ガンダムは見たことないですね。マクロスとかグレンラガンとかそういう機械系のやつは見たことあるんですけど、本格的なガンダムを見たことがなくて、この水星の魔女が私にとって初のガンダム作品となりますね。で、なぜこの作品を視聴し決めたかというと、まずタイトルからしてめっちゃ面白そうじゃないですか。タイトルにめっちゃ釣られたんですけど、水星の魔女めっちゃおしゃれなタイトルやなと思って、プロローグを見たんですよね。プロローグ見たら面白くて、なんかね、企業とガンダムが関わる戦いみたいな感じでそそられたんですよね。なので今回ちょっと視聴を決定しました。ガンダム初心者なんで機械とかそういう単語に疎いので、ついていけるかわからないんですけど、ちょっと作品を見ていこうかなと思っております。それでは早速見ていきましょうかね。ガンダム水星の魔女です。 Go! おたまもチャンネル始まりました。サンライズ、サンライズかな、それともサンライズかな。はい、始まりました。編入手続きよし、制服よし、校則よし、学校に行く準備。学園もののストーリーっぽいよね。なんかメインビジュアル見たけど、ガンダムの専門学校みたいな感じなのかな。ごめん、全く分かってない、適当に言ってるけど。今宇宙空間にある学校的な。お母さん、とうとう来たよ。ん、なんで焦ってんの。人が浮いてる。宇宙に人が浮いてるからやばい。めっちゃ緊張してるやん。言ってる。おー、救助のためにガンダムを動かすん。なんか私の中でガンダムってさ、戦闘のために作られたロボットみたいなイメージがあってんけど、人を助けるためにも動くんだね。わー、おー、ナイス救助、助けたね、うまいこと。うおー、殴られた。邪魔しないでよ。脱出できたのに、脱出しようとしてたん。どこから。わー、水星の魔女、いいよね。ロゴもかっこいいよね。水星の魔女っていうタイトルの。すげえ、壮大な BGM。なんか、エピック感がすごい。近未来？すごいなぁ。うお、学校内にガンダムがいる。ガンダム？これはガンダムなんか？ロボットがいる。でかぁ。やっぱりガンダムのための学校っぽいよね。なんか設定しっかりしてそうやな。ここまでなんか学校のさ、ところどころ見せてくれる感じが。第1話、魔女と花嫁、スレッタ・マーキュリーさん、主人公の名前やな。あ、かわいい。メカニック科。メカ？メカちゃん？水色の髪型がかわいいね。めっちゃかぶやん。水星から来た。なんかモブっ子がかわいいな。うるそうなヘアバンド。急にいじめか。モブっ子かわいいと思ったけど、すごい気品あふれしてる感じの子やけど。あの子やんな、逃げようとしてたけど助け出しちゃった子。すごい髪型、シャン、サンがサンってなってる。言われたな、責任取ってよねって言われてたもんな。責任取ってもらったらいいじゃないですか。なんか今の嫌いになれへん感じやったけど私。いじめっ子のキャラにしてはなんか結構好意があるぞ。急に戦いが始まったけど、多分これあれやんな、なんかあの戦闘訓練みたいな感じやんな。決闘が始まってる感じ。決闘？何のための決闘？プライドをかけての戦いかな。グエール先輩、うわー、この紫の人か。危ねえな。絶対誰か犠牲になるくない？こんなところでこんな戦いやってたら学生さんが危ないよ。おー、グエルさん、なんかイケシャーシャー感がすご。え、花嫁に逃げられた男、もしかしてミオリネちゃん。ミオリネちゃんっていう、分かってきたぞ。ミオリネちゃんが婚約者か、今の紫ガンダム男の。で、紫ガンダム男あんまりいい旦那さんにならなさそうやな。だから逃げたんか、ミオリネちゃん。この学校では決闘が許されてる。買った人がいろいろ選べる権利があるみたいな。ベネリットグループ、わー、厳しい大人の世界やな。結果を出さへん会社はさよならっていうこと。これがもしかしてパパンですか。ミオリネお嬢様のパパン、なかなか厳格なお父様ですな。娘さんのことも大切に思ってるんですか、お父様は。トマト、トマトを知らないのかい。あら、ペコ丸、あら、優しい。トマトあげるって。優しいやん、ミオリネちゃん。美味しそう、トマト美味しそう。
ママが作ったトマト、ママが作った品種のトマト、帰り道分かんなかったからついて行ってたんか。うわー、嫌な婚約者の登場ですわ。ああ暴れ出した。うわー、ひどいな。うわー、 DV のも病よ。あれ容赦ねー、いじめっ子。ほらほら、お嬢様頑張って。やばいじゃん、このいじめ。こんな夫嫌だねー。あ、殴ったあ、ケツ叩きすごいね、勇気あるじゃん。ビクビクしてるけど勇気あるじゃんえ、何後ろに下がる感じがいい。ペラ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 と自分の地位を言ってここでは何が善か悪かは決闘で決める。決闘やんの今この展開で、え、大丈夫。いや、負けたら退学。すごいね、緊張しいやけど勇気はあるよな、この主人公ちゃん。ほんでもって、さっき戦ってた相手と戦うの？ちょっと主人公補正が入ってるからってさ、大丈夫？まあでもな、そのプロローグでさ、第0話でのあの子の戦い方を見てたら、なかなか強かったから、あの盾のさ、盾が分解してさ、そこからビームがピピピピピピピって出るような戦い方をしてたから、なかなかあの子の戦い方は強かったけど、さてどうなるか。わお、決闘が始まりますか登場シーンかっけー、興味ないっていうその一言だけでもかっこいい。水星女って言われてんねんや。あれ転入生じゃないの？あれゆりねさんが戦うの？あ、かわいい、水色っか。おー、かっこいい。これは私の見解を。いいね、婚約者 VS 婚約者、未来の旦那 VS 未来の妻。ただ結果のみが真実、真実。え、大丈夫？全然武器扱えてないやん、お嫁さん。やばいじゃん、もう蜂の巣じゃない？おい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 、人の人生勝手に決めるな。いや、一発で KO？ まあそうやんな、実際に戦ったことなさそうやもんな、武器とか言ってて。ひで、お前はただのトロフィーなんだよ。侵入者？水色の子が？あら？ニカちゃんの ID 貸したとか？ああ、勝手にガンダムを取られたんか。すげえ喧嘩してるおお、言うね。私とエアリアはあんなのに負けません。第2戦目の始まりですね。こっからが本番やね。逃げたら一つ、進めば二つ手に入るそう、これめっちゃかっこよくね、これ鳥肌ブワーってなった今。うわ、かっこ、うわ、かっこいい。いや、かっこよすぎるやろ、ちょっと待っていや、かっこいい。あ、とりあえずすっごい。決闘の勝者の証。え、婚約者の証？あ、買ったものが婚約になるの？めっちゃおもろいやん、この展開。マジかー、くそおもろー。やば、鳥肌見えるこれ。やべ、おもろー。くそおもろいやんけ。第1話からおもろい。エンディングテーマが夜遊びさんということで、もうね、夜遊びさん大好きなんですよね、私。はーい、かっけー。いやー、好きやわこのイントロ好き。第2話、呪いのモビルスーツ。はい、ということで見終わりました。感想に行きたいと思います。おたまのチャンネル。はい、ということで見終わりました。水星の魔女第1話でしたけれども、面白かった。1話から鳥肌バッファーってなってしまいました鳥肌バッファーの原因として音楽が結構私の中で大きいんですけど、音楽がいいね。いや、音楽もいいね。今回私にとって初めてのガンダム作品ということなんですけど、ガンダム面白くないですか武器が分裂してブン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 ってビーム打つシーンとか、むちゃくちゃかっこよくなかった。そしてまさかのね、ブリ展開っていうね。ガンダムってそんな感じなの？水星じゃお堅いよね、こっちじゃ全然ありだけどってお嬢様が言っていたので、公式ユリとして下心全開にして安心して見ていきますねそしてキャラクターもいいね、かわいいね。特にニカちゃん、あの水色っ子出てきた瞬間から、あら、かわいい、はい、チュッてなりましたこれは今後の展開も楽しみですね。
ということで、また次回も楽しみにしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。